最後の一人、銀河です。行くぜ銀河。ウルトラマン銀河は円谷プロ創立50周年記念作品として作られました。これはメビウス以来の久々のテレビシリーズの作品です、ただね、ゼロが支えてきてなんとかこう持ちこたえたとはいえ、円谷暗黒期の真っ只中の作品なので、ものすごく制限された作品です、まず一つはウルトラマン列伝内での放送だったってこと。ウルトラマン列伝っていうのがもう暗黒期を象徴してる作品なんだけれども、ウルトラマン新しく作るとお金かかるじゃん、だけど過去のウルトラマンをまとめた番組だったらお金かかんないでしょ、そうやって過去のウルトラマンの使い回しで作ってた番組っていうのがあってね、ウルトラマン列伝っていう、意義としては昔のウルトラマンを今の子供たちにも見せられるっていうのはあったんだけれども、大人の事情的には予算がない中の苦肉の策っていう部分はある、でその中でなんとかウルトラマンゼロが持ちこたえて、でウルトラマン列伝で細々とやってきて、でなんとか新しいシリーズを作れるようになってきたかなみたいなところで登場したのが銀河です、だけど銀河はそのウルトラマン列伝の1コーナーとして作られたので、そういった意味合いでは独立した作品とはならなかったっていう部分では不遇だよね、でやっぱりそういう意味合いで予算もすごい限定されてて、例えばキャストをすごい少数に制限する、あとロケ地を学校とかその周りっていうのに限定しちゃう、で特撮を縮小する、山ん中の学校っていう設定だから周りは緑ばっか、しかもサイズ感が 20m 級での撮影ということで、まあ、なんで 20m 級だと予算が制限できるかっていうと、映り込みが少なくなるからミニチュアの数が減らせるんだよ、なるほど、そう、あと防衛チームが出てこないとか、まさかのね、話数も全11話と非常に短い、そんな少ないの、そうなんだよ、本当に久々にテレビでやるから恐る恐るだったわけよ、なるほどね、だから11話しか枠は取れなかったっていう、もう一つの特色として、もっとよそれ、ソフビで変身するっていうウルトライレオが、ウルトラマンのねおもちゃの売り上げで主要を占めてるのがソフビだったっていう、なのでソフビを売るためにソフビで変身させるっていうことをしたんですね、ソフビで変身するっていうのがそれまでのウルトラファンにすごい抵抗があったんだけれども、でも結果的にはおもちゃの売り上げとかも伸びてよかったんだよ、ただダセかさばるね、まあそんな感じで爪に火を灯すように作った、そのぐらい余裕がないっていう比喩、ガシンショータンウルトラマン、切ない、辛いね、辛いぜ銀河、辛いぜ銀河そうやって細々と限られた枠の中で一生懸命作った銀河があればこそ今のウルトラマンがあるっていう部分ですごい偉大だし、低予算で作るっていう手法を確立させたっていうのも大きい、そうだね、確かにね、銀河の意義はゼロの時にも話したけど、マルチバース設定、それによってリセットされた地球でのウルトラマンが作れるようになったっていう部分を生かして、今までの M78 の地球とは関係ない地球でウルトラマンを始めることができたっていう、そのマルチバースでの地球の確立、まあ TDG なんかもそうなんだけど、はっきり確立された部分で大きい、まあこの世界がねあるっていうことはこういうことなんだなっていう理由づけになったよ、なるほどね、あと同時にリセットされた地球、リセットされた世界観なんで、それまでのウルトラの価値観、世界観にとらわれることがない作風を作ることができた、まあ一つとしてはソフビ推しとかね、すごいのがさ、太郎がナビゲートついちゃうっていうね、ウルトラマンが人間に寄り添っちゃう、ソフビとして、あれもソフビに声当てるっていう省エネな、そうだよね、ちょっと可愛いしね、あった、ちっちゃいから、ちっちゃいから、あれなんかもそれまでのウルトラマンの世界観にとらわれてない手法だけどね、太郎をああいう風に使っちゃうっていう部分も含めてすごい太郎が身近になってるね、でそのソフビによっておもちゃの売り上げを意識した手法っていうものをその後確立していった、だからそういったソフビカードとメダル、そうね、メダルもね、ある意味ではウルトラマンの仮面ライダーかと言ってもいいけど、やっぱお金がなければ作れないから、続けなきゃいけないものだからね、俺なんかも子さんのウルトラファンだから最初は抵抗あったけど、まあ、意外と楽しいしね、そういうの、なんだかんだ言ってさ、男の子変身アイテム好きじゃん、変身したがるじゃん、それよね、だからゼットライザーなんかすごい遊んでたら楽しいし、ウルトラフュージョンファイトやってるし楽しいよね、みんなよしきだから、ソフビの設定なんかはその次の X にも使われるし、あとカードとかね、子供に人気の高いグッズを変身アイテムに使うっていう手法っていうのがその後のニュージェネの方向性を確立させた、
そういった意味合いで新しいウルトラの歴史であるニュージェネっていうものの最初を作り上げたっていう意味合いで銀河はすごく偉大です。頑張ったね。頑張った、うん。これによって暗黒期から徐々に立て直して今のウルトラマンがあると。その後のね、うん、ニュージェネのね、うん、でどんどん登ってきて今なんか割といいんじゃない、うん、そうね、うん、あの Z からさ、うん、あの入ってきた人が多いみたいね、うん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 、あとやっぱり女子層に受けるウルトラマンを作ってきてる感じする、うん、あフーマとか特にそうよね。あとルーブとかもさ、あそうだね、ちょっとこうファンサもいいさ。アイドルなんかも昔は雲の上の存在だったけど AKB あたりからさ会いに行けるアイドルみたいな風になったけど、身近感、ウルトラマンの身近感、うん、悪い意味合いで言えばウルトラマンの神秘性が失われたっていう否定的な意見もあるけれども、でも今っぽいウルトラマンではあるよね。ニュージェネは時代の流れによってヒーローだったり、うん、そういうのもあり方が変わってしまうもんなのかね。うん、ただまあでも仮面ライダーみたいにそれぞれの仮面ライダーが断絶されてるわけじゃないじゃん、ウルトラマンって。そうだね、ズバッと今言った人たち、ティガ、メビウス、ゼロ、銀河、それを主軸としてウルトラマンのそれぞれの世界をずっと一本の線でつなげようっていう努力をしてきたでしょう。だからさ、ウルトラマンっていうのはやっぱり一つの世界になってるし、それで過去のウルトラマンっていう神秘的な存在も同居しているから、ウルトラマンの神秘性、ウルトラマンの身近感、相反するものが同居できてる部分であると思う。そうね、うん、やっぱね、六兄弟とか、うん、あの辺はもうレジェンドって言われるぐらいのね、うんうんうん、そういう位置ってあるよっていうのがはっきりしてるじゃん。で、代わりにニュージェネは、まあ、若くて親しみやすくて、うん、みたいな。YouTube の杉浦太陽さんのチャンネルかな。で、高山ガムさん役の、お、ガム。ガム。吉岡武さんがゲストで出てた回で喋ってたんだけど、ウルトラマンの主役の俳優さんたちっていうのは家族感がやっぱあるんだってさ。家族、一族感というか、あ、うん、だから後輩というよりも甥っ子とかそういう感覚なんだって。そういうのもウルトラマンの縦のつながりっていうものをこの4体のウルトラマンを中心にして意識して作ってきたからっていうのもあるのかもしれないね、うん。あのニュージェネでさ、みんなでさ、タイガーをさ、うん、映画を見てたやつあったじゃん、ワイプで抜いて、うん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 、あれとか超仲良かったじゃん、うん、ほのぼのするよね、うん、タイガーのニュージェネレーションクライマックスの死者ね、うん、そうあれね、超ね、かわいい。ニュージェネのメンバーなんかもあんだけ仲いいし、うん、あとダンディ4とかも仲いいじゃん、うん。でそのダンディ4から未来君役の五十嵐俊二さんも可愛がられてたり、すっごい犬のような、うん。でその五十嵐俊二さんは長野博史さんに憧れてたとか、鶴野武史さんと吉岡さんと太陽さんが仲いいとか、そこはもう家族ぐるみだよね、うん、で太陽さんも銀河の根岸さんを可愛がってるみたいだし。そうなんだ、うん、あそこもなんか家族ぐるみの付き合いらしいよ、うん、釣りやってんのかね。釣りね、釣りね、あそこら辺界隈釣り好きよね、なんかね、うん、釣りが趣味な人が多い。そういう部分、ウルトラマンの縦のつながりみたいなのは元祖としてはやっぱり6兄弟なわけよ、うん、昔からあったウルトラマンならではの手法だったんだけど、ティガ、メビウス、ゼロ、銀河によってつなげてってすごい渦になったじゃん、うんうん、一族感があるウルトラマンっていうね、家庭的だよねウルトラマン。まあそんな感じで今ウルトラマンを楽しめてるのは誰のおかげかっていうのを話しました。あのね、バンドとかもそうなんだけどね、知った時にはもう解散してなかったりするんだよ。今こうね、リアルタイムでこうウルサマ行けたりとかさ、次はあれ行こうとか言えるのって未だに続けてくれてるおかげなんだよ、うん、でその一番の功績がこの4体のウルトラマン。この4人のウルトラマンがいなかったら今ここに手元にね届いてないわけですよ、いろいろ。よかったね、本当によかったね、頑張ったね、うん、ウルトラマン頑張ったね、うん、頑張りました、うん、今回はありがとう4人のウルトラマンについて話しました。はい、チャンネル登録、いいね、よろしくお願いします。お願いします。じゃあさらば。さらばじゃん。グッバイビー。それエースのやつ。そう、うん。